僕は滑り止めっていう言葉がすごい嫌いで、併願校として選んでる大学はあくまで滑り止めっていう感覚じゃなくて併願なんだから、うん、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。宮田です。こんにちは。さあ本日はですね、はい、関西大学志望おすすめ併願先ということをテーマに話していきたいと思います。カンカン同率の中でもね、最も受験生が多いと、で倍率も高い関西大学なんですけど、関西大学を第一志望に考えている人で、じゃあ滑り止めもしくは併願校としてどの大学を選ぶのがベストなのか、はい、っていうふうなところを話していきたいと思います、はい、でこの動画がですね1月3日アップということで、はい、あと1週間ぐらいで出願もうやりきらないといけないとかっていう風なタイミングですから、はい、どうしようかなって悩んでる人もいるかと思うので、うん、そのあたりも含めて話していきたいんですけど、うん、今日大きく分けてね話すことは、まあ、もちろんおすすめの併願先はここだよ、それなんでそこがおすすめなのかっていう話と、うん、あともう一つはね、それも踏まえてなんですけど、ここからラスト1ヶ月関大受験する上でちょっとこういうのは注意しておいてね、こういう風に勉強してしまいがちだからねみたいな注意事項も話せたらいいなという風に思っております。はい、はい、じゃあまずはサクッとおすすめの併願先を伝えておきたいんですけど、はいはい、これは入試日程とかの兼ね合いもあるから、あのただただ傾向が近しいからここがおすすめとかじゃなくて、もう出願するってなった時に現実的にここが併願としておすすめっていう風なところを紹介したいんだけど、まあ参勤交流が、まあ、主に候補として上がってきて、その中でも傾向だけで見たら江南龍谷で、入試日程まで考えるやったらもう龍谷一択ですね。江南がねだだかぶりなんですね。そうですよ、はい、なんでね龍谷がおすすめっていう風な形にはなります、はい、龍谷の過去問を見てもらったら分かるんですけど、ほぼほぼ長文メインで構成されていて、もちろん文法の例えば並び替え問題とかも出てくるんですけど、文法の並び替え問題の難易度もそんなに高くなくて、基本的にやっぱ長文中心、会話文中心っていう風なところで寛大の対策をしていると必然的に点数もしっかり取れるかなという風なところが問題傾向としてあるので、選定理由はそういった形になります。なので龍谷をしっかり併願校として受けるなら受けてほしくて、でじゃあ共産と近代はどうなんだっていう風な議論に関してはね、特に近代は相性は良くないかなという風には考えています。やっぱ三近交流の中ではやっぱ近代が一番上だっていう風な感覚はみんなあると思うので、特にね結構寛大受ける人で近代も併願しますっていうことで結構いるじゃないですか。多いですね。でまあ、 もちろんねちゃんと寛大の対策と近代の問題傾向に合わせた文法なり熟語なりが結構問われる、いろんな豊富な知識が問われる近代の対策も両方して両方受かる子もいるし、うん、両方して、まあ、残念ながら近代しか通らない子もいてるし、まあ、逆にね近代をして寛大受かる子なんて全然いますから、うん、まあ、それぐらい結構振れ幅が大きくて、うん、だからそういう意味でもやっぱ相性はそんなに良くないかなと、うん、で共産はもちろん問題の傾向だけ見たら相性ってそんなに良くないんですけど、うん、問題のやっぱ難易度が、うん、まあ、やっぱ龍谷近代よりかは落ちるので、うん、そういう意味でもちろん文法とかも出るけど、なんていう寛大の対策する傍らで、うん、品質分野だけでもしっかりやっておいたら共産で合格点を出すことが難しいわけではないので、うん、併願先として選ぶべきではないとまでは言わないですけど、だから近代よりは適性ありかかなとは思いますが、やっぱり龍谷が一番おすすめかなと。問題傾向の対策しないといけない数がやっぱり龍谷の方が少ないので、龍谷を選ぶことによってね、うん、だからそういう理由でやっぱり関大の併願はやっぱり龍谷が一番いいんじゃないかなというふうには考えてます、うん、はい。でね、もう一つ僕が話すって言ったらその関大を目指す上でここはちょっと注意しておいてほしいこととか勉強に関してなんですけど、こういう併願の話になったらみんな偏差値とか世の中のネームバリューみたいなんで、うんうん、決めたりする人もいるんですよね、うん、で選定基準がそこだけの子が結構多い。つまり過去問とかを指してそんなにちゃんと対策せずにやったりとか、うん、まあ、2週間前ぐらいに授業でやっといたらええやろみたいなぐらいの子がやっぱいるんですよね。でそれはねやっぱね、これは寛大とかに関わらずなんですけど、うん、大きな間違いで、まあ、さっき言ったみたいに近代落ちて寛大を受かることもあるって言ったみたいに、うん、結局自分がだから僕は滑り止めっていう言葉がすごい嫌いで、併願校として選んでる大学はあくまで滑り止めっていう感覚じゃなくて併願なんだから、うん、ちゃんとその大学の過去問を解いて、このどの大問からどういう順番で解いていくのかとか、うん、まさに寛大の過去問をやるときに最初に考えていたことやったりだとか復習してるのと同じ密度でやってほしいんですよね、うん、それがやっぱなんか併願ってなって実力が1個落ちてるから、うん、
寛大の対策をしっかりやっていたら参勤交流は取れるみたいな感覚になる子がやっぱ多いんですよ。でもう1月3日やから留国の入試まで残り4週間は切ってる状態、3週間と5日ぐらいある状態なので、そういう風に考えるとまだまだ対策する期間はあるから、最低でも週1台は絶対にやってください。で、まあもちろんね、こっからその寛大第一望のこういった文法がちょっと抜け始めるタイミングでもあると思うから、文法の求められてる知識量が少ないからね、寛大は。だから文法の復習もこのだから25日間ぐらいはしっかり埋めた上で戦っていくっていう、だからしっかり併願校の対策もしてねっていうところは特に寛大は注意してほしいなというふうに思います、君の志望校だけの対策ができる入試直前パック申し込み受付中、詳細は LINE のこちらのボタンをクリック。僕からは以上ですが、矢田先生、じゃあ何か付け加えることありますか？はい、併願校としてはおおむねそれでいいかなっていうふうに思うんですけど、はい、よくあるのがやっぱりあんまり情報を収集してない子とかだったらもう寛大と近大だけ受けるみたいな、寛大第一志望 でどっちも落ちちゃって結局浪人する、せざるを得ないみたいな状況ってよくあるじゃないですか、はい、でそれを避けたい、それ以下には絶対行きたくないということであれば、その出願は止めないけど、それは避けたい、絶対に大学生になるというこの道は残しておきたいということであれば、例えば大経大だとか大和大学であったりとか、言ったら参勤交流のラインのもう一つ下、いやなんならもう二つ下ぐらいまで受けててもいいのかなというふうには思います。はい、それぐらいかな。はい、まあということでね、寛大の併願先の話をしたわけですけど、まあそういう出願の戦略もそうだし、僕が言った勉強計画の、まあ戦略もそうだし、やっぱなんか併願先の話を考えるとやっぱみんな油断してるなっていうふうにほんまに思うんで、矢田先生が言った情報収集をしっかりすること、僕が言った勉強計画をしっかり過去問を入れ込んでおくこと、これを2つ絶対頭に置いた上で立ち向かってほしいなというふうに思います、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。現在学びズムでは高3期卒生向けに志望校だけの対策ができる入試直前パックを開催しています。詳細は動画の概要欄に URL を貼っているので、ぜひそちらからご覧ください。